大川シネマホールは、福岡県大川市市二215から1の大川交流プラザ4階にある映画館。370席の1スクリーンを有する。スクリーンの高さは6.3メートル、幅は14.5メートル。かつて、福岡県大川市には4館の映画館があったが、1975年頃までに、すべて閉館した。二千五年には、コーに会グループによって、 国際医療福祉大学大川キャンパスが開設されたが映画デートをしたい学生カップルは久留米市や佐賀市を訪れる必要があり学生から映画館を求める声が強く上がっていた。高句に会グループは2015年10月11日複合施設大川交流プラザ4階に大川シネマホールを開館させた。大川交流プラザは高句に会グループが 創立100周年記念事業として同年4月にオープンさせた施設である。開館記念式典には女優のダン・フミも参加し、式典後にはダン・フミが出演した春を背負ってが上映された。1953年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。1969年の映画館、 消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。